こんにちは、つかつかです。今回はチョコレートのパウンドケーキを作っていきます。パウンドケーキはメレンゲで作ったりとかいろいろ何種類か作り方あるんですが、今回はバターに材料を入れていくだけっていう一番シンプルな方法で作るチョコレートのパウンドケーキを作っていきます。では作っていきます。まず普通に戻したバターを柔らかくしていきます。で、ここに砂糖を入れます。次にハンドミキサーで塩っぽくなるまでしっかりバターを立てていきます。これぐらいかなり白っぽくしっかりバターが立てば OK です。次に約30度ぐらいの卵を加えていきます。まず3分の1ぐらい入れます。しっかり卵が混ざれば次また3分の1入れます。では残りの卵も加えます。で、ここで多少分離したような状態になるんですが、このまま粉を入れて大丈夫です。で、ここで一旦ホイッパーを外します。次にアーモンドパウダー、薄力粉、ベーキングパウダーをふるって入れます。では混ぜていきます。で、粉としっかりバターが混ざり合えば OK です。それでは電子レンジで少し溶かしたチョコレートと、こちらも電子レンジで温めた約60度ぐらいに温めた生クリーム、こちらをチョコレートに加えます。もしチョコレートが溶けきらない場合があった時は、電子レンジなので再び温めて溶かしきるようにしてください。しっかりチョコレートと生クリームがつながれば OK です。で、このまま約30度ぐらいまで冷まします。次に先ほど作ったガナッシュをしっかり30度まで冷めたら加えていきます。で、あまり温かいガナッシュを加えてしまうとバターが溶けるので注意してください。
最後にチョコチップを加えます。先ほどの型に絞っていきます。軽く鳴らします。それでは焼いていきます。はい、それでは焼けました。こちらで190度でだいたい約45分今回焼けました。でこのままあとは冷まします。このまんまでも十分美味しいので、もしチョコレートコーティングめんどくさいって人はもうこのまま食べてもらっても全然大丈夫です。で今回使うのがこちらのコーティング用で使われるパータグラッセというチョコレートを使っていきます。こちらはテンパリングなどはいらないので、だいたい40度から50度ぐらいで溶かしていって使っていきます。ではこちらを塗っていきます。でかけたら余分なチョコレートは落としていきます。でかかってないところは薄くかけていきます。はい、それではチョコレートが固まったのでカットしていきます。包丁を少し温めて切った方が周りのチョコレートも切りやすいので、温めながら切るようにしてください。ではカットしていきます。はい、では今回はチョコレートのパウンドケーキやってきたんですけども、このパウンドケーキはすごく混ぜるだけで簡単にできるので、ぜひ試してみてください。では今回の動画は以上です。バイバイ。